第11代、アランデル伯爵リチャード・フィッツ・アーランは、イングランドの貴族。リチャード2世の治性下で卒位派貴族の一人として行動し、1388年の非常議会で国王側近たちを粛清したが、1397年にリチャード2世の逆襲に遭い、大逆罪で処刑された。アランデル伯羅卒位派貴族5名と、 国王リチャード2世1346年に、第10代アランデル博、リチャード・フィッツ・アランとその妻エレノ・アオブランカスターの間の長男として、サセックス・アランデル城に生まれた1376年に、父が死去し、アランデル博位を継承した。1377年には西部及び南部の海軍長官を務めた。1386年には、 ガーター騎士団のナイトに任じられるとともに、全イングランドの海軍長官に就任。1387年3月24日のマーゲートの戦いでは、フランス・スペイン・フラマンの連合軍の艦隊に対して、目覚ましい勝利を挙げた。しかし、リチャード2世は、アランデル・ハクなどの旧世代貴族を嫌っており、遠ざけていた。それに不満を抱いたアランデル・ハクは、やがて反国王派になった。 1384年4月の議会では、アランデル博が国は崩壊の危機に瀕していると述べたのに対して、リチャード2世は怒り狂って、真っ赤な嘘だ。貴様は悪魔のところにでも行くが良いと絶叫している。グロスター公、トマス・オブ・ウッド・ストック王子や、第12代をオリック博、トマス・ド・ビーチャムラと共に後に卒位派貴族と呼ばれる、党派を形成した。 彼らは1386年10月の議会で国王に敗因の可能性をちらつかせて脅迫しつつ国王側近の初代サフォーク博マイケル・ドラポールを弾劾して東国に追い込んだまたこの際にその後任としてアランデル博の弟であるイーリー司教トマスを任命させた1387年秋には国王側近の第9代オックスフォード博兼アイルランド校 ロバート・ド・ビアーとサフォーク博を批判する訴状を議会に提出した。さらに同年末に卒位派貴族の軍は、オックスフォード博率いる王軍を襲撃して、ラドコット・ブリッジの戦いで、オックスフォード博を破った。これにより卒位派貴族が宮廷と議会を掌握するに至った。1388年には非常議会を召集して、庶民委員の賛同も得て、国王側近に次々と、 死刑判決を下した。しかし、リチャード二世敗員については、後継者について、諸公の意見が一致しなかったために沙汰闇となった。さらに1388年秋の議会で、庶民院と貴族院が対立する中、国王が、朝廷役として、手腕を発揮したため、国王の権威が回復し始めた。1389年5月に、国王は、 青年と申請を宣言し、グロスター公やアランデルハクラを解任した。国王は申請開始宣言からしばらくは1382年から1386年の超新政児に戻ろうという気配を見せなかった。しかし内心では卒位派貴族への復讐の機会を伺っていた。そして1397年7月にアランデルハクは、 グロスター校やウォリッククと共に逮捕された。グロスター校は議会の裁判に連行される前に暗殺されたが、アランデルクとウィリッククの二人は9月の議会で裁判にかけられた。そして1386年から1388年の訴追派貴族の行動は退逆罪に当たると告発された。リチャード2世もサイモン・バーリーが冤罪で処刑されたのは、 アランデル博の責任であるとして、彼に死刑を申し渡した。アランデル博は、社名を申し出たが、却下された。死刑剥奪の上、9月21日に、ロンドンチープサイドで斬首された。2年後の1399年、リチャード2世が重廷で、ランカスター家のヘンリー4世のクーデターによって、王位を追われ、1年後の1400年10月に、 アランデル博の試験剥奪は解除され、息子のトマス・フィッツ・アランが爵位を回復した。1376年1月24日の父、リチャード・フィッツ・アランの死により、以下の爵位を継承した。1397年9月に、試験剥奪で、上記爵位は剥奪される1359年に、初代ノーサンバランド博、ウィリアム・ドブーンの娘エリザベス・ドブーンと結婚。 彼女との間に以下の一男四女を設けた。1390年に第三代マーチ博、エドマンド・モーティマーの娘フィリッパと再婚。彼女との間に以下の一子を設ける。ありがとうございます。